2005系電車は、スーパービアが2006年から2007年にかけて導入した通勤系電車。韓国のロテムで製造された。2005系2006年から2007年にかけて、ブラジルのリオデジャネイロを走るスーパービアの旧型車両の置き換え用として、韓国のロテムから導入された。スーパービアでは、VVF インバータ制御を搭載した最初の電車でもある。 窓は割れないように設計されている。座席はセミクロスシートを採用した。車内案内表示器は LED 式。 h t t p w w w r o t e m c o k r e n g b i z n e s r a i l r a i l r o a d p r o d u c t r a i l 1 p o p 0 6 a s p h a t h t t p w w w h y u n d a i r o t e m b r a s i l c o m b r about, htmhat, https, コロンスラッシュスラッシュ www.flicker.com スラッシュフォトススラッシュ1 2 7 1 9 1 5 6 0 n 0 3 1 4 8億8 9 1 5 4 4 9 9 h t t p 伸ばすスーパービアブログスポット .com201510 にストロンズマイスモデルノスダスーパービア html m イコール1 http://meahora.com, アンプゲーラル ,2019-115826335 ラメンテーバルトーソドアーズディストロエムトロンズオペスクラシコフラメンゴ X クスコ htmlhathttp コロンスラッシュスラッシュ www.trilhostorio.combr, フーラムビュートピック php t コール412ありがとうございます。